皆さんおはようございます。彦川太郎のゴム手です。はい、今朝も日の出と同時に行動をスタートしました。今朝は時間が早いせいか、つくみりんご貝の卵もすごく新鮮な色をしています。でもこれもお水の中に捨てておきます。こういう分かりにくいところにね、見つけてるんですよね。ちょっとこれは画面見てたら見にくいな。いけるかな、これで固定して、はい、いるでっかい本体がこんなところにいてます。ほら、いてました、捕獲。うわ、この辺もいっぱいあります。いや、なんか海にとってですね、すっごい生々しい色してます。いや、私これすごく嫌い。わけないけれども、あなたたちに繁殖してもらうわけにはいかないんです。毎朝やっててもこんだけあるんやもんね。嫌になります。なんかヘビイチゴまでやばく見えてくるもんね。感じで畑に到着しません。特大の産みたて卵、うわすっごい、まだ乾燥してないもん、すごいな。あ、また本体見つけました。よいしょ。この子がね、悪さしたんですね。でっかいわ。畑の方とたどり着きました。気になってたのはもうこのキュウリですね。これを取って帰らないといけないです。あ、畑にいてたら良くないやつがいてました。コガネムシです。こっちはちっちゃいやつやけど、これも良くないやつです。これがいるとね、あの葉っぱがこうやって食害されてしまうんですね。で、コガネムシとカナブンとは違います。こんな風に丸いフォルムしてるのはコガネムシ、害虫です。こいつらね、こうやって葉っぱ食い荒らすんですよね。で、なんで後ろ足ピンと上げてるんだろう。けどこれも良くないやつです。どいてもらいます。ほら、ここに隠れてた。これね、こうやって葉っぱを食害して枯らしちゃうんですよね。ダミの花ももうすっかり終わってしまいました。このドクダミにはだいぶね、助けてもらいました。今もね、ちょっと蚊に刺されたのでね、ドクダミの葉っぱすりつけておこうと思います。なんか信じて使えばとてもよく効くような気がします。今日はもうなんかジャンボタニシの卵を駆除して1日終わったような感じがしますけれども、私は水深の深いところ、深めのところを好むらしいですので、この田んぼの外周にね、ちょっと深めの溝を掘ることによって、そこに、ジャンボタニシをおびき寄せて一網打尽に駆除するという方法もあるらしいです。まあ、参考までにもし、ね、可能であればやってみてください。
はい、ここ姫城の花がいっぱい咲いてますので、また取って帰ろうと思います、ね、こんな風にね束にして持って帰ってね、で、また陳皮につけたいと思います。はい、スイカッコの場所に植え付けたんですけれども、ここね支柱の真ん中あたりに植え付けたんですけれども、こんなにつるが伸びてきてしまってます。もうちょっとコンパクトになるようにね、動かそうと思ったんですけれども、もう完全につるが巻いてしまっているのでね、動かせないですね。でこちらの側のつるは今度は どういってる、これもこっち来てるのかな、あ、これはこっち来てますね。どういう風になってるのだ。でこっちにも伸びてますね。で今度はかぼちゃの方なんですけれども、かぼちゃここに植え付けたものがずっとこう来て奥の方へ行ってしまってます。これは困った。で雌花ついてたんですけれど、実はどこへ行ったやら、ないですね、見当たらないですね。こちらもここに植え付けたものがぐるっと円を描くように伸びてあっちへ行ってしまってます。困った困った。じゃがいもを掘り上げてみました。結構な大きさのものが取れてると思います。でも袋持ってきてないからどうやって持って帰ろうかなと思って、一旦帰ってから袋だけ持ってこようかなと思っています。今日はなかなかいい大きさの取れてます。おおむねねこのぐらいの大きさのが出てきてます。はい、今日はもう、7時になりますので帰ってお弁当を作ろうと思います。アマガエル綺麗な色です。本日の収穫これだけありました。じゃがいもとそれから姫城温です。姫城温はこれね野生のものです。で姫城温のことねこの間ちょっとね興味があったんでいろいろ調べてみたんですけれども、姫城温とハルジオンどちらも、キク科昔ヨモギ属というとても近い種類らしいので、それほど大きな違いはないようです。でどちらの方がね美肌効果が高いのかみたいな話があったんですけれども、美肌に対する成分を明確に表示している資料が見つかりませんでした。また、キク科の植物ですので、キク科のアレルギーを持っていらっしゃる方は使用に十分気をつけてください。だけたくさんね姫城を取って帰っても花だけちぎって瓶に入れると少しの量になってしまいます。でもねそれをありがたい恵みとしてね使わせていただこうと思います。今日の晩ご飯は肉じゃがかな、何にしようかな。はい、では今日はこの辺で失礼しようと思います。ではまた明日。ヤゴがいます。捕まえられるかな、ほら何のヤゴやろう、かわいらしい真っ黒いいお顔してます。トンボの赤ちゃんです。極小のカエル、ほら指先よりも小さいカエルいます。逃げないな。